水古伝水古伝108世一覧表、陽林歌川国吉、通俗水古伝合傑108人の一個、錦木表紙、陽林陽林は、中国の小説で読んだ書の一つである、水古伝の登場人物。両山白第51位の高官で、治安性の生まれ変わり。背が高く、大きく精悍な顔立ち、恵まれた体格と風体の良い男だったため、 西木表紙とあだ名された。筆貫槍という柄が空洞になっているの鉄槍の使い手。流れ物の盗賊であり、各地の情報に通じており、また社交的な性格で顔が広く、頭皮数円等各地の交換と交流があり、その性格と人脈は、両山泊の戦力強化に大いに役立った。また、妖輪自身も器用な男であり、戦闘から、変装、潜入。 使い走りまで小粒ながら様々な役目をこなし、かなり頻繁に働いている。また、敵の捕虜になる、敵陣に孤立する、薬病にかかるなどたびたび命の危険に見舞われるが、その度に生還を果たす幸運の持ち主でもある。カナンの聖徳出身で、流れ物の盗賊だった。アザミ州に行った頃、帰郷途中の両山泊の高官高村勝と出会って、意気投合し、 両山泊への紹介状を書いてもらっていたが、なかなかそちらへ赴けずにいた。数ヶ月の後、道を歩いていると、人間離れした速度で、こちらに向かってくる男を見つける。これが、高村勝マサルに聞いた、進行法の術者である、両山泊の大層であると直感したヨ輪は、これを呼び止めると果たしてその通りであった。聞けば大層は、里帰りしたきり一向に戻らない。 コ村ソンマサルを探しにやってきたとのことであった。ヨーリムは、アザミ州の道案内を買って出て、大層と義兄弟のちぎりを結んで、そのまま両三泊に入れてもらうことにした。アザミ州では、インバ川で山賊になっていた以前組んで仕事をしていた、陶飛と再会、その仲間の敗戦、猛攻ともども両三泊の仲間に引き込むことに成功した。また修符で、 赤州のマスラオぶりに感じ入り親しくなるが、結局高村マサルを見つけることはできずに、大層とイン馬川の三人と共に両山泊へ向かい、そのまま正式に仲間に加わった。陽林との縁を頼って、赤州らが両山泊にやってきたことで起きた、宿家層との交渉では、運水に変装して、道を探りに行くが、両山泊とばれて捕らえられてしまう。しかしこれまた、 陽林の知人であった数円が、孫立らと共に両残白のために、宿火層に侵入し、陽林が捕らえられていた交換を解き放ったため、陽林たちは大暴れして、宿火層陥落に一役買った。また、続いて、李イエ僧の利用を仲間に引き込む計略では、取り方の役人に化けて貢献した。続く高等州との戦いでは、知事、 高連の妖術にかかって両山白軍が敗走する中、白将と共に、もう滅亡にいた矢が、高連の肩に命中し、敵の追撃を退け、しばらくの間寄せてを封じる主君を挙げた。古縁舎が両山白に攻め寄せてきた際は、不評を引いて迎え撃ち、青州攻めや続く、第一次東らし攻めにも参加した。長外死後に、石油。 男系獣らと共に北方に馬を買い付けに行くが、東らしの行く法師に、これを奪われてしまい、これが、第二次東らし攻めのきっかけとなった。108世集結後は、騎兵将、表彰十六員の十五位となり、騎兵としては主に、洋子の副将として活動する。高級が攻め寄せてきた時には、水府に変装して、敵の戦艦に潜入、大将の一人である、岡岳を討ち取った。 朝廷に基準した後も、白攻めや埋伏としての潜入、敵の支給を挙げたるなど活躍する。放浪ーーとの戦いでも活躍を続けるが、甲州で流行した薬病に罹患、以降、乱の集結まで寝込んでしまう。この病に罹患した他の東領は皆落命してしまうが、妖輪だけが解放に向かい、看病のために残っていた、僕春と共に、放浪ーーを打って外戦する。 両山白に合流し、ことの次第を報告した。都に戻った陽林は、他の東領同様に感謝を授かるが、これを辞退、敗戦と共に陰馬川に陰性し、喉から余生を送った。ありがとうございます。